Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact et il est temps de continuer la quête de Kazuha. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. C'était moins sérieux quand même. Ah, demo, yudan shicha dame da zo. Oira, ano katana ni wa mada himitsu ga kakusarete iru you na ki ga suru nda. Ma, aitsu no shita koto wa yurusarenai kedo, kawaisou de wa aru yo na. Junbi wa dekita ka? Junbi wa yoi ka? Umu, shouchi shita.一神殿後継者楓原和が雨の間流後継者雨の間優也いざ尋常に勝負いざ尋常に勝負 Est-ce que c'est vraiment un honneur pour lui? Ah, et là il prend l'eau. Eh ben, dis donc. Eh, Kazuha il est. Pas mal, hein? Je vais pas dire cheaté, mais. Pas nécessairement loin! そこだ。いざ。風の赴くままに。せい。お道が散らまく惜しみ。風の行く先を。よっ。せい。やっ。よっ。Terminé. M'anabasete morotta. Sono katana wa kizu darake da toyu no ni. Kimi ga te ni shita totan. Mata sukoshi kagayaki o torimodoshita you da. Gaii wa mou kanjirarenai mono no. Sono shounen ni kawari wa mattaku nai. Jitsu ni subarashii tatakai de atta. Koyatsu mo mata. Zenryoku o tsukuseta de gozaro. Ato no koto wa.お主が直接伝えるべきでござるよ。これまでの件についてお前に詫びをさせてくれ。僕に許しを請う必要はない。僕もまた被害者たちに代わって君を許す資格などないのだから。もう何もかも手遅れなんだ。ああ、許してくれとは言わない。だが。この一連の過ちを全て俺のせいにしてくれないか。一神殿を巻き添えにしないでほしい。俺は道を踏み外してしまったが、一神殿にはまだ楓原和葉のような優秀な伝承者がいる。どうか頼む。ああ、僕も楓原さんがうまいこと後処理をしてくれると信じてる。感謝する。雨の間流の後継者。もう一つ願いがあるとこの刀は言っておった。どうやら雨の間鍛冶屋に行きたいようでござる。共に来てはくれぬか。そこで何をするつもりなんだ。それは拙者にもわからぬ。しかしもう終わりは近いはずでござるよ。Donc la forge dans la cité logique. Oh, Yuya, yatto kaette kita ka. Sumimasen. Go shinpai o okake shimashita. Kono mono tachi no okage de buji ni kaette koremashita. Isshinden no nokoshita meitou ga hito no kokoro o ayatsuru buki ni natte otta ka.はあ、彼らが抱く刀鍛冶の理念からすればその領域に足を踏み入れる可能性も確かにあり得る。実に残念じゃ。じゃが良い知らせもあるぞ。さっき珊瑚探偵所の龍二から行方不明の長門が見つかったと聞いた。
Je pensais qu'il était mort. Bon bah, happy ending alors, ok cool. てはいたが、一命は取り留めた。ゆうやも帰ってきたし、この件も円満に終わったということじゃ。お主の考えていることは、大方見当がついたでござる。どうしたんだ、カズハ。またその刀がお前に内緒話してんのか。うむ。こやつは少しの間、拙者の体を操りたいらしい。おい、そんなのダメだぞ。なんでまたそんなことを。こやつが言うには、投降の願いを叶える別の方法を思いついたようでござる。それに、拙者の体で悪事を働きはしないと約束してくれた。拙者はこやつの要求に従おうと思う。Bah, vous prenez ta décision. Katachika nai. Ato de liu o hanasu de gozaru yo. Junbi wa dekita. Sa, hajime yo. Onushi no yakusoku o.俺の力はもう残りわずかだ。奴を失った俺は朽ちる運命にある。だが俺が未来を手放し、今に全てを凝集すればこの身を打ち直せる。全て、まさか。俺という全ての意志を代償にだ。された俺なら最高の研究材料になるはずだ。伝承が途絶えなければ栄光は戻ってくる。たとえ雷電将軍に力を証明するのが俺でなくと、それが一神殿に由来し楓原家の手によるものであれば、奴の願いも叶うだろう。感謝する、楓原家の末裔よ。時が経ち、今やマナを知る者はいない。その名に触れるのが恥と知りながら、一度も忘れはしなかった。カゴ鶴瓶一志、この名はお前に預けよう。うむ、安らかに眠るがよい。順序ってこういう意味だったんだな。投稿の願いを叶えた後、あいつの意志は永遠になくなる。カゴ鶴瓶一心、初めてあやつの名を聞いたでござる。どうやらあやつも内心では自らの所業を認めてはいなかった。だから意志が消え去る最後の瞬間に、やっとあやつはそれを託すことを決意した。本当に投稿の願いを叶えたかったんだな。強き願いはあやつを突き動かす原動力となる。だがその原動力に執着しすぎたあまりに、あやつは歩むべき道を見失ったのでござるよ。拙者としては罪人を罰するよりも、あやつが道を踏み外したことに気づき、引き返してくれるのを願っていた。Les vestiges des archons ne sont pas quelque chose à prendre à la légère. 重々承知しているでござる。これは拙者の性格の弱点なのやもしれぬ。拙者は生来強き願いに感化されやすいようでござる。あやつが天候に立ち向かうと聞いた時も、
メガリレーを廃止しようとする人々を見た時も、そしてお主が揺るぎない意志で神に会おうとし肉親を探していることもしかり、これほどたくさんのことを目の当たりにし、知らず知らずのうちに惹かれていたようでござるな、カズハ。これからもお主らを支えていこうと思う。拙者のことが必要な時は必ずや助太刀に向かおう。Merci beaucoup。そういえば九条かまじにも知らせた方がいいんじゃないか。うむ、ことの顛末を伝えなくてはな。それにちょうど拙者も彼に答えを出さなくてはならぬ。Retour au début des quêtes pour clôturer les quêtes. Kinitachi, 事件は解決したと聞いたよ。途中かなり危険な目にもあったようだけど、結果的に誰も犠牲にならなくて本当に良かった。天領奉行衆はすでにあの危険な倉庫の処理を行っている。雨の間優也の調査結果も近々出る。彼が罪を問われることはないだろう。おお、お前って結構情報が早いんだな。ヒヒ。ではこの事件について多く語る必要はないでござるな。ならばこの間の件について返事をしたい。これは籠鶴瓶一心、すでに失われた楓原家の鍛造術によって鍛え上げられた刀でござる。こたびの偶然の開口により拙者はこやつを回収して打ち直した。そして一心伝を伝承し続けることをこやつと約束した。故に今後も引き続き各地を放浪しこの刀を研究しようと思う。そうか、わかった。楓原家は刀鍛冶の家系であった。この先もそれに力を注ぐべきでござる。それだけではない。仮にお主の行為を受け入れれば幕府と三五宮の間にある矛盾の渦に巻き込まれる可能性もある。拙者には向いていないでござるよ。いや誤解だ、決してそのような考えは。分かっているでござる。しかし拙者はこれからも自分のやりたいことをしたい。そうか、わかった。今回の話はなかったことにしよう。でももし考えが変わったり幕府の助けが必要となったりした時にはいつでも僕に相談してくれ。ああ、その恩情誠にかたじけない。これからどこを旅するんだ、カズハ。ふむ、とりあえずは姉君と一緒に後悔するでござるよ。次の目的地については風向きに任せるでござる。Tellement lui. Et on a donc terminé l'acte 1. Il n'y a pas d'acte 2 pour l'instant, mais il y en aura peut-être un jour. Qui sait? Oh, et en plus, on récupère l'épée! Oh! Sérieux? Bon, c'est une 4 étoiles, dommage. Oui, j'aurais préféré que ce soit une 5 étoiles. Elle est tellement classe! Qu'est-ce que ça fout aux 4 étoiles? Sérieux? Non. Ça, honnêtement, c'est une épée qui a le potentiel d'être en 5 étoiles, quoi! Tant pis. Mais bon, voilà, ce jeu joue pas mal, je vais pas râler non plus. J'espère en tout cas que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.